どうもしゅんです。こんにちは。今回も就活相談企画ということで、実際の就活生の方と沢さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回はですね、就活会議と旬ダイアリーで共同開発した自己分析ツールがリリースされたんですよね。そこのちょっと宣伝要素もあるってところを事前にお伝えさせていただきます。ただ動画としては就活生に有益な情報を提供するので、よかったら最後まで見てください。村山さんの方から、じゃあ簡単にまずは自己紹介の方お願いします。はい、筑波大学システム情報工学研究科、社会工学学位プログラム修士1年の村山彩と申します。4年生までの学部時代は理系なんですけども、文系寄りのゼミに所属していまして、ただ担当教員が異動になってしまったということで、今はデータ解析のゼミでかなり苦戦しながら QR コード決済の分析を行っています。大学時代は初心者で始めたバスケットボールサークルと、あのバイトを計5つやっていたので、いろいろ活動をしていました。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今の村山さんの就活の状況を教えていただいてもいいですか。ベンチャーや中小企業を見ていて、業種としてはコンサルタントだったり IT だったり2B の企業さんを見ていて、状況としては本選考に進んでいるのが7社程度で、最終選考が2つ控えています。今抱えている就活の悩みを早速お伺いしてもよろしいでしょうか。自己分析の話なんですけども、はい、そもそもちょっと昔の記憶があんまりなくて、昔の話を深掘られると自分でもよくわかんないなっていうのと、いろいろやってきたその結果が本当に自分の性格なのかみたいなところに悩みがあります。ちなみにどういった方法で自己分析されてきたんですか。性格診断を受けたりとか、モチベーショングラフを見て過去の話を友人と深掘りしたりだとか、先輩に見てもらって気になるところを突っ込んでもらって、なんでそう思うんだろうみたいなところの深掘りをずっとやっていました。僕は別にそんなに自己分析っていうほどの自己分析ってする必要ないと思っていて、人事とかが聞きたいことっていうのは、自分の強みはこれで弱みはこれだっていうのは結論なんていうのはいらないんですよ。なぜかって言ったら、それをするのが人事とか採用担当の仕事なんで、それよりも何が聞きたいかっていうと、ライフヒストリーって言ってるんですけど、高校からぐらいでいいんで、どんな環境でどんなことをして過ごしてきた人かっていうのが教えてもらえれば、もうあとはこっちで解釈するよって感じです。へー、面白い。自己披露お願いしますって言った時に、はい、あるエピソードっていうのをどのように解釈するかっていうのを固定的に話すとずれる場合があるんですね。企業がどこ見てるかっていうのはまあまあ難しくてですね、真の採用基準と、表面的に言ってる採用基準っていうのは違うっていうのもめちゃくちゃで、今のなやつがいいんだうちはとか言ったら、ね、はい、SPI の中に従順性っていうのがあるんですよ、はい、従順性めっちゃ低いやつばっか取ってますねとかね、現状としてはそんな感じ。自己分析ってやればやるほど自分がやりたいこと分かんなくなってくるっていう現象はどうですか。なりました。ちょっと沼にはまっていくみたいな。そうなんですよ。でもそれは当たり前の話で、はいはい、どんなことがやりたいかってことと、どんなことができそうかっていうね、ウィルとキャンとかって言いますけど、はい、キャンっていうのは性格とか能力みたいな話で、ね、ウィルっていうのは思考とか価値観みたいなものですね。思考価値観はこれはね、分析なんかもする必要がなくて俯瞰の世界ですから、例えば好きな色は何ですかピンクです。ピンクじゃないんじゃないとか言われたらいやいやピンクですよ。そこは分析なんかする必要なくて、ピンクだって思ったらもうピンクなんですよ、はい、キャンの方っていうのは能力性格は自分では分かんないんですよね。だからファクトベースでいろんなエピソードを集めて、あとは解釈してくれる。言うならば、私はこんな環境で生まれ育ってこんな場面でこんなことがあった、影響を受けたことっていうのはこういう人ですっていうのがあって、今の私があります以上で、何にも解釈をせずに全部自分がやってきたライフヒストリーっていうのをコンパクトに、一番それが重要だと思う事件とか環境とかっていうのを重視して話をしていただけたら、それでしまいなんですよね。明日の最終面接でぜひ事実ベースでお話しいただけたらなと思います、はいはい。自己分析に関してですね、旬ダイアリーと就活会議という会社さんの方で共同開発した自己分析ツールっていうのをリリースしたんですけども、よかったらぜひ今村山さんに使っていただきたいなと思いまして、はい、これが合ってるか合ってないかも教えてほしいですね。じゃあ一旦使っていただいて、はい、やってみます、はい、じゃあ沢さんにもちょっと答えていただいてもいいですか。 あ、 もういいです。ありがとうございます。じゃあ結果の方を、じゃあ村山さんからお願いします。
私の適職タイプはチームを調律するムードメーカー。当たってますか？結構当たってると思います。楽しく明るいタイプなんですけど、衛星で分析思考が割とあるっていう風に書かれていて、そこはすごく当たってると思います。諏訪さんは何でした？僕はワクワクが止まらない革新者。この革新とかしてないんですよ。自分ではそう思ってるかもしれないけど、うん、本当はワクワクが止まらない革新者って言うんで、自分で答えてるのはあれですけど、違和感ないです。おー、適職はマーケティングです。プロジェクトマネージャー、教師、カウンセラー。あー、当たってますね。ちなみに浦山さんは適職何でした？営業職や企画書、人前に立つ仕事、接客業。でも当たってるかもしれない。このフレームワーク自体はものすごくちゃんとしたものなんで、はい、就活生の自己分析の補助が出ればなというふうに思ってます。で、40問しかないので3分以内で終わるので、よかったら皆さん使ってみてください。ちなみに僕はみんなで進むリーダーっていうやつが出ました。なんならね、はい、こっちの方がいいんですよ。対等態度がフラットになるんで、社会的に望ましさってことができるんですけども、はい、自責多責だったら自責の方がいい、はい、大きい合わせの方がいいって、はい、そうするとそっちに寄せていくんで、どんどんずれていくんですよね、はい、だからそういう意味で言うと、こういう何を答えてるかっていうのが分かんない中で答えていく、これで分かるのがすごく大事だと思います、ね、はい、はい、視聴者の皆さんもよかったら使ってみてください。ちなみに結果見るために大学のメールアドレスが必要なんですよね。会員登録が必要なので、そこだけちょっと用意していただいた上で適正診断を受けていただけたらなっていうふうに思います。明日最終面接ということで、はい、あのお忙しい中来ていただいて、はい、ありがとうございます。佐藤さんもお忙しい中来ていただいて、はい、ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。